コロニーレーザー、スペースコロニー一機をレーザー砲に改造した巨大兵器である。先の大戦で開発半ばで放棄されていたそれを完成させた宇宙革命軍は地球へ直接奇襲攻撃をかけ、一気に地球制圧を図ろうとしていた。これが革命軍の切り札、ダリア作戦である。先日のテロ未遂事件以来、ティファに関心を示す者が増えてまいりました。そのようだな。サテリコンが壊滅し行き場を失ったガロードとパーラは、無人レスキューステーションである第1107ロッジベインに身を寄せていた。ティファを助けるっつってもな、クラウド9に乗り込むのは容易じゃねえぜ。サテライトキャノンさえ使えればそれを盾になんとかなると思ったけど、マイクロウェーブが届かないんだからしょうがねえだろ。そうだよな。こっからじゃ月は地球の裏側だもんな。これがそのコロニーレーザーか。そう、革命軍の切り札、再び戦争を始める悪魔の兵器さ。しかしとんでもないこと考えるな、革命軍の連中って。お前のガンダムにだってコロニー撃滅用のサテライトキャノンがあんだろ。どっちもどっちだって。そっか、私らはなんとかこいつを止めようとしてたけど、仲間はみんなあんなことになっちまって。これ使えないかな。え、使える。何言ってんだよお前。元気そうだな。勲章をもらいに来たんだ。サテリコン掃討作戦の功績が認められたそうだ。ご活躍をされたんですか。いや、ニュータイプの英雄をたたえて軍内部の士気を上げる、いつものやり方さ。ガロードには会えましたか。ああ、君を取り戻すまで地球には帰らないと言っていた。無事でよかった。言い訳かもしれんが、
もしも君やガロードのような人間に出会っていたなら、私もきっとジャミルのように。いや、所詮は戦中派のたわごとだな。今からでも遅くはありません。え？未来は自分で切り開くもの。ガロードは私にそう教えてくれました。それがニュータイプの垣間見た未来だとしてもかね。はい。こちらにおいででしたか、大佐。もうそんな時間になるか。総統閣下もお待ちしているそうです。実を言うと、私はあのお方が苦手でな。私もです。と答えると思想犯で投獄されるかもしれませんが。そうだ、二人とも一緒に来ないか。え？しかし閣下の許可が。ニュータイプの英雄が求める立ち会い人だ。閣下も文句は言えまい。こうして閣下とお茶をご一緒できるとは光栄の極みです。一つ尋ねたいことがある。何なりと。例のガンダムはどうしたかね。私も詳しいことは存じませんが、あの状況ではおそらく資源小惑星の爆発に巻き込まれたと思われます。そうか。だそうだ。ティファ、これで君を助ける者はいなくなった。君の未来は私の手の中にあるのだ。未来は誰のものでもありません。かまわ。ティファよ、君のその強さはどこからか。自分がニュータイプであるという信念からか。違います。私は自分をニュータイプであると思ったことは一度もありません。そうだろうな。君は力こそあるが、ニュータイプとは呼べない。ニュータイプとは、この宇宙が人間を変革させて初めて成立するものだ。高度な認識力も洞察力も、宇宙で生きることによって初めて露呈される人の本質。地球で発生した君を私は突然変異と認識している。お言葉ですが、彼女には確かな力がございます。ニュータイプ主義が唱える人の核心がこれほどまでに具現化された例は他にございません。だからこそ私はこの症状を認めるわけにはいかんのだ。我々スペースノイドの信じるニュータイプこそ真のニュータイプ。たとえどんなに力があろうとも、我々が認めればそれはニュータイプではない。そして私こそニュータイプを正しく定義するものなのだ。あなたの中に確かな何かを感じます。なんだと。それはとてつもない力を秘めた存在。あなたの、いいえ、あなたたちの中には確かにそれは存在している。私もいずれそれに触れる。すべての源、ニュータイプの真実、憎悪、憧れ、呪縛。ドーム。ティファ、ティファ、しっかりしろ。ティファーディールをダリア作戦に同行させるのですか。そうだ。我が軍の力を見せて自己批判を求める。自己批判を拒んだ場合は、その時は。総統閣下はいずれ彼女を殺すだろうな。彼女を連れてきたのは間違いだった。できることなら元いた場所へと返したい。わずかだが希望はある。え？ガンダムは生きている。
クラウド91200万の同志の皆さん、我が宇宙革命軍がその正義のために立ち上がる日がやってきました。地球再生のために選ばれた我々ニュータイプは、大洪水といわれたあの戦争を生き残り、このコロニーを箱舟としてその時を待ち続けました。しかし地球に残ったオールドタイプたちは今もって地球を怪我し続け、あまつさえ宇宙の支配をも目論んでいるのです。本日宇宙革命軍総司令ザイデル総統閣下は自らその機関に乗り、クラウド9を出航しました。いよいよ戦争だな。ああ、我々悲願の地球帰還の時だ。時間の問題だと思われます。ついにダリア作戦が開始された。ザイデル総統はランスロー艦隊を従え、ホロニーレーザーへ赴くとともに、地球上陸部隊を衛星軌道上に配置し、レーザー攻撃後の突入作戦に備えた。奴らが動き出したぜ、ガロード。本当にティファはそれに同行しているんだな。ああ、間違いない。クラウド9のプロパガンダ放送を傍受したんだ。もっともその方が好都合だけどな。よし、こっちも行動開始だ。時間合わせるぞ。コロニーレーザー閉機状態まで2010。コヒーレント降下システムスタンバイよろし。周辺の艦船モビルスーツは安全圏まで待機。問題はないようだな。順調です。もう間もなく第一波を照射します。いよいよ開戦ですね、大佐。我が軍の技術力さえあれば地球制圧もあっという間でしょう。そうかな。は？戦争とはテクノロジーだけでやるものではない。もし長期戦になったら戦い抜く力が我らにあると思うか。国力の差があるからこそダリア作戦が有効なのでは。我らは全ての力をこの作戦につぎ込んだ。だが万が一失敗に終わったら。サテリコンは滅びました。他に何が作戦を妨げるというのです。そうだったな。見えてきた。あと少しだ。ガロード、よし、月が見えた。よし、ここならオッケーだ。待ってろよ、ティファ。コロニーレーザーの射線場行けだなんて、まったくご機嫌だぜ。そろそろだな、ガロード。準備 OK だぜ、パラ。見えたぜ。発進コイル正常作動。導電物質生成率 98%。 まもなく全準備完了します。いよいよだな。はあ。ポイント303上の機体に通達。そこはレーザーの射線場だ。速やかに所属不明の機体が接近。何？
何をしている。早く撃ち落とせ。来る。超エネルギー体急速接近。何だと。これは一体サテライトキャノンだ。ガンカ、おけがは？状況を報告しろ。コロニーレーザー破損率 0.1% 未満。再起動までに17分を要します。これはどうした。相当閣下に伝聞。内容は？それがいいから読め。親愛なる総統閣下へ、我らはティファ・アディールの身柄の引き渡しを要求する。この要求が受け入れられぬ場合はコロニーレーザーを破壊する。以上、サテリコンの亡霊パーラシスト、炎のモビルスーツ乗りガロードラン。君の仲間か。はい。バカ、そんな子供じみた脅しが通用するものか。第一、サテライトキャノンの連射など。第二が来ます。何？こんな遠距離のくせに微妙にずらしてやがる。あいつ意外と芸が細けえや。どうだい、相当閣下のおっさんよ。次は直撃だぜ。再び伝聞です。次はコロニーレーザーを直撃すると。閣下、やむをえん、要求を受け入れる。やめとけ。あたしら撃ったらガロード怒るぜ。あんたがティファか。あなたはガロードのダチだよ。早く乗んな。よろしいのですか、ザイデル総統。コロニーレーサーを失うわけにはいかん。それにもともとあの少女は我々にとってあるべき存在ではなかったのだ。だが宇宙革命軍がここまでコケにされて黙っているわけにはいかん。ガンダム討伐隊を組織させろ。はっ。悪いな、狭くって。いいえ。いや、あのガロードがあんなに必死になる子ってどんな子かと思ったからさ。さあガロード、愛しのティファは戻ったぜ。作戦成功か。よかった、ティファ。よし、最後の仕上げといくぜ。ランスロー大佐、出撃命令です。ジャミルのやつ、人を育てる才能もあったんだな。は？なんでもないさ。第三波来ます。ユリ、嘘つきで悪かったな、相当閣下のおっさんよ。みんな、サテリコンのみんな、見えるかい？ガロードがやってくれたよ。もうどこへも話さない。ずっと俺のそばにいるんだ。いいな。うん。ああ、だくよ。
あれから彼らの消息は。さあな、ダリア作戦の失敗で軍部もゴタゴタしているからな。それどころではないようだ。逃げ切れるといいですね。出なければ大佐の心遣いが無駄になってしまいます。我が軍の戦争準備は振り出しに戻った。まったくジャミルの子供たちもとんでもない真似をしてくれたよ。もっともああいう無鉄砲さが時代を変えるのかもしれん。また会えるでしょうか。また会えるさ。タラ、このGファルコンで本当に地球へ戻れるのか。ああ、スペック上は大気圏突入能力があるはずだ。もっともこっちは初めてだからどうなるかわかんないけど。やっと帰れるんだな、地球へ。よくぞ戻った。ガロードラン。僕たちが祝福する。フロスト兄弟とガロード、宿命の戦いが宇宙を舞台に繰り広げられる。一方地球では新連邦政府によって拘束されていたフリーデンのクルーの前にかつて心を通わしたあの少年がやってくる。消さない。